こんにちは、オペペナースマンです。で今日は手術室看護師とかオペ看って何っていう方がね結構多いので、基本的なことですが、ね、もう一度ね解説していきたいと思います。テレビドラマとかの看護師はですね、病棟看護がすごいよくね皆さんイメージしやすいと思います。注射をしたりとか、血圧をね測ったり、体温を測ったり、あとドクターの診察のお手伝いをするっていう感じの仕事だと思います。特に入院とかね一度でもしたことのある人であれば簡単にねイメージできると思います。ただ同じ看護師の国家資格を持っている手術室看護師、オペ看って呼ばれる人はですね、あまりねフォーカスされることはないんですよ。で手術を受ける患者さんっていうのは不安とか緊張で、ね、この仕事っていうのはね何をするかなって、ね、余裕、そんなんで見てる余裕ないですよね。なのであんまりねわからないと思うんです。ただね結構大事な仕事をしてますので、今日はですねしっかりと解説していきたいと思います。ということで今日の動画の目次は、1にオペ看にはどんな人がなれるのか、2オペ看の仕事内容は大きく分けて2つ、3オペ看の仕事の大切さ、ね、この3つをねお話ししていきたいと思います。ちなみに手術室看護師ってもう結構ね噛みやすいんですよ。もう手術室看護師になって得したなっていうのはこの手術室っていうのをですね噛まずに言える、もうこれぐらいだと思うんですけども、いやそれ嘘ですよ。はい、でオペ看で統一していきたいと思います。英語でね手術室っていうのはオペレーションルームっていうのでオペ看って呼ぶことが多くて、病院によっては OR 看護師とか、まあ、いろんなね呼び方があるんですけれども、まあ、私の動画ではですねオペ看で統一していきたいと思います。それではまず一つ目のオペ看にはどんな人がなれるのかですが、で多くの病院でオペ、手術を担当する職種っていうのはですね、執刀、手術をする外科医、麻酔をかける麻酔科医です。で手術の機械を医師に渡したりとかする、ね、あとは、麻酔科医師と患者さんの全身管理をする看護師ですね。で主に人工心肺装置などを、ね、扱う臨床工学技師、まあ、こんな感じの人たちがね働いている病院がほとんどだと思います。で他にもねオペ室の中で働く人って結構いるんですよ。で、まあ、看護助手さんとか、あとは薬剤師さん、で滅菌技師さんとか放射線技師さん、まあ、それぞれがね専門にかなり特化していて働いています。その中でもオペ室の中で働く看護師のことをオペ看と一般的に呼びます。でそれではどんな人がオペ看になれるのかっていうと、看護師って名前につくぐらいなので看護師の国家資格を持つことが前提となります。例外で準看護師の方も働いている病院もね多いと思います。私は準看護師さんとはですね一緒に働いたことはないんですけれども、まあ、資格って言ったらですね、まあ、ほとんど一緒の形です。でオペ看で働くからといって他のね看護師さんとは異なる資格が必要っていうことは特にないんですよ。結構質問でよく聞かれることがですね、オペ看ってどうやったらなれるんですかって聞かれることがあるんですよ。まあ国家資格を持ってればね誰でもなれます、看護師の国家資格ですね。まあ、ただね一つだけ言うとオペ室で働きたいですって採用試験の時にですね希望すれば、ほとんどの方が希望は取ると思います。なぜならですねオペ室勤務を希望する看護師さんっていうのは少ないんです。はい、嫌われてるわけじゃないんですよ。やっぱりねでもねオペ室っていうのは特殊な部署なのでやりたがる方はですね少ないと思います。2つ目のオペ看の仕事内容は大きく分けて直接介助と間接介助っていう2つあります。この直接介助や間接介助っていう言葉も病院によってね違う言葉を使っていることも多いんですよ。
直接介助のことを機械出しとか呼んだり、あとは間接介助のことを外回りとか呼んだりもします。病院でね、かなりまちまちなんですね。で、私はですね、機械出しと外回りっていう言葉をですね、使うことが多かったので、その呼び方でいきたいと思います。で、それではね、簡単に2つの仕事内容を解説していきます。まずはですね、機械出しですね。機械出しっていうのは、医師が手術にこう使うね、メスとか切歯とかね、いろいろあると思うんですけども、そういう機械を先生に手渡す仕事が主な仕事なんですね。で、オペに使う機械ってもう本当にね、数えきれないぐらいたくさんあるんですよ。メスって言われたら、まあ、一番最初はね、まあ刃はね、刃がついたものなんですけど、皮膚以外の時はですね、電気メスを使うんですね。電気の力を使って血が出たところをですね、こう焼き切って止血していって、組織をね、焼きながら切る機械を電気メスって言うんですけれども、メスだけでもですね、まずは簡単に2種類あるんですね。あとはですね、切歯、まあ、トングみたいにね、こう皮膚を掴んだりとか組織を掴んだりとかする機械なんですけども、これもね、どこの場所とか、あとは組織を掴む、もうそれによってね、全然違うんですよね。何が違うかっていうと、もう長さが違ったりとかね、体のね、深いところをやるときはもちろん長い機械を使いますし、もう一番最初のね、皮膚を切るとき、表面のところを縫うときとかですね、そういうときはもう短い切歯を使いますし、あとは体の奥をやってるときですとかですよね、そういうときはですね、まっすぐだけだと届かない、使いづらいっていうのがあるんですよね。なので先端だけ90度にね、グッて曲がってたりとかね、もういろんな種類があります。先端にね、チップがついていて、すごい繊細に、組織を持てたりとか、あとギザギザなんかもついてて、血管をね、こう掴むときに優しく、掴める摂取なんていうのもあるんです。で、そのたくさんある機械の中で、その時でね、医師が使いたいものっていうのはね、あるんですけども、それを把握して、今だ、ここだっていう感じでね、渡す、もうそれがね、機械出し看護師のね、もう醍醐味だと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあそうやって先生が何を使いたいかっていうのを先読みして渡すっていうことも大事ですし、あとは血管を傷つけてしまった時とかですね、あとは他には術野の先生を一生懸命ずっと集中して見ているんですけども、いろんな機会があるって先ほどお話ししたと思うんですけども、先生は出血しているところ目離せないんですよね。目離した瞬間にそこが血の海になってしまって、どこから出血しているか分かんなくなってしまいますので、もうすぐにですね、機械出し看護師さんが摂取を渡したり電気メスを渡したり、先生が目を離さなくてもできるようにですね、お手伝いしていくんですね。つまり医師がオペに集中して安全にね、オペを進めることができるように補助するのが機械出し看護の大事な役割になります。次に外回り看護です。これは先ほど説明した機械出し看護のように、直接ね、先生に機械を渡すとかそういうのではなくて、麻酔科医師とともに全身麻酔をかけるんですけども、眠っているね、患者さんの全身管理を一緒に行っていきます。まあ、例えばですね、オペ中にね、出てしまった出血、血の量ですよね、計算して患者さんが大量出血にならないになっても、大丈夫なようにですね、輸血をするタイミングとかです。あとは、まあ、輸血をする前にもう点滴をしたりとかね、一緒にそういうのを考えたりしていきます。他にもですね、オペをしているところを術野って呼ぶんですけども、まあ、そこでね、使用する機械をですね、機械出し看護師さんにこう取ってあげるっていうのも、一つの仕事になります。で、オペ中、それ以外の仕事も多いんですよ。で、1日にね、手術がね、2、3件あるようなね、まあ大きい病院とかは結構あると思う、1日にね、何件もあると思うんですけども、そういうのは時間管理なんかも行います。で、1人目のね、手術が終わって次の患者さんの手術を何時からするかとかね、調整しなきゃいけないんですね。まあ、医師とか、あとは麻酔科医師とかと、時間を設定したりとか、そういう時間調整も行ったりもします。
このようにオペ管って言っても役割が違うんです。でもオペ管は機械出しも外回りも両方覚えないといけないので、とっても大変な仕事になります。3つ目はオペ管の仕事の大切さですが、2つ目のところの、ね、役割でも少しお話ししましたが、医師がオペを、ね、スムーズに進めるために介助をする、これも、ね、一つの大事なことですよね。でもう一つが手術を受ける患者さんの全身管理、これはね麻酔科医師と一緒にやるのが、まあ、大切な仕事になります。それ以外にも仕事があって、これがね一番結構看護師らしいかなって思うんですけども、オペを受ける患者さんを、まあ、前日にですねオペの説明をしたりとか、オペを受けることがもう心配でとか不安でとかね感じている患者さんを安心させるというようなね大切な看護師としての仕事があるんですね。オペを受けること自体がもう不安だし、でオペ室に入ったことがある人であればね分かると思うんですけども、機械がねわーってねいろんな機械がこう部屋中に置いてあって、でその真ん中にねポツンと手術台が置いてあるんですよ。もうかなりね異様なね雰囲気のする部屋で、もう恐怖心もすごいね感じると思います。まあ、そんなね不安や恐怖でたまらない患者さんの、ね、そばに寄り添って手術をするための準備をね一つ一つ説明しながら、安心して手術が受けられるような環境づくりをする、これもねオペ管の大事な仕事の一つなんですよ。残念ながらオペ室にねあまり縁がなかったであろう看護師さんたちは、オペ室なんかには看護はないよなどとね言われることが本当ね多いんです。病棟看護とはまた違った形でオペ室もね患者さんへ看護を提供している大事な部署なんですよ。で看護学校でもねオペ室の業務っていうのはねなかなか実習とかでもねあと講義でもね習うことは本当ないんです。少ないですよ。オペ室に魅力をね感じる人はかなり少ないと思います。ただやりがいのある部署だと私は思います。いかがでしたか？オペ室看護師、オペ看、医療ドラマでは手術のシーンでしか見ることはできませんが、まあ、看護師というね仕事の中でとっても特殊な分野の仕事ですが、魅力的なところがね多い部署なので、ぜひね、オペ管と関わることがあればね、お話ししてみてください。とってもね、面白い話をしてくれると思います。まあ、簡単でしたが、オペ管はどんなことをしていて、どんな役割があるのか、お分かりいただけたでしょうか。今後もね、看護師の仕事を分かりやすく解説していきますので、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、さよなら。